そんな3月の終わりに雪降る？強烈やな。狙ってる魚、まあ、前回と一緒で、まあ、ここエリア的に言うたらこのリブレの湾内になるんかな。そこで、僕が思う魚を狙うんやけど、前回の時言うたら、あのナメとやってて自分のそういう思ったところで出る魚いうのはどっちか言うと、1日に当たりが1回とか2回とか、あの最初からもうあるかないかわからへんぐらいの回数です。でもその当たった魚いうのが、あの狙ってるいうのがもう完全に、あの60近い魚が、あの1回2回当たる、そんな魚を、あの前回狙ってました。で今回それが一月およそ立って、水温も1度半2度、あの、まあ、今日はちょっと下がってるけどそれぐらい上がりました。その上がった時に同じとこで同じルアーを、僕が同じように攻めてんねんけど、だからあの狙ういうのはもうどちらかというと、1日で例えば、60センチが出ると、で50センチぐらいのが入って45センチぐらいのが釣れると、こう混ざって1匹ボーンとなんか結果的に大きいのが出てしまうっていうんじゃなく、最初からねやったこのサイズが、あのドンと一発だけ、たとえそれが40でも、あ45でも、55でも、そんな僕は釣りをしてるんやけど、今回はちょっとこのエリアで言うと、サイズがちょっとまちまちになってきたような気がして、あの狙ってはおるんやけど、そういうサイズのばらつきが出てきたんで、前みたいに来たらでかいでっていうのとはまたちょっと違うような。まあこの赤野井の一番岸側、北側のこう岸の方に来てんけど、沖から入ってきた魚がリーズに近寄るのがこう一番最初にこっちの北側から魚が突き始める思うんやけどね。小さい水門あって、そこにちょっと岬状にリーズが出てんねんけど、もうこの景色です。完全に狙ってんのがここのこの前後、あの先とかね、それとかあの向こうの北側もね、思ってんのはこんな景色。出じめたい。お湾の中入ってきたらこう、そこの水門とか、あっこの水門とか、そっちの方向にこう進む魚を僕は追いかけるんでね。
バタバタってます。重たいわ。もうやばい、そっち行ったな。これは抜かれへんわ。よっしゃー、来たぞ久しぶりに。朝からね、自分が思った、景色をずっと追いかけてきてて、こう北から入ってくる魚、南から入ってくる魚、もちろん、いてる思うんやけど、入ってきて、ちょっと飛び出たリーズの岬の頭とかでずっと来て、これワンド状になったとこで、その奥がプールにちょっとなってて、で進んでいくと水門が各あったりね、でそれの両サイドを必ずチェックしている。ここは北山だやねんけど、朝午前中にやってた赤の井も全くこの景色で、こんな魚を、でっかいメスのね、お腹パンパンのやつを狙って、一発出ました。今狙ってる魚はこんな景色のやつを僕は釣ってますね。もちろんこれが春やからね、その魚を追いかけてるわけやけど、だから言うて、これが東東岸でも、西岸でも春やから言って思ったところを、全部もうくまなく全部ワンドの中もう砂辺と投げまくる、そんなとてもじゃないけど、僕も週末しか湖出られへんので、とても時間が足りへん。だからこそ、ちょっと、もう一個考えてね、こんなとこで出やすいから、まあ、こういったら水門の、両サイドで、両サイドからの岬とか、ちょっと深いブレイクとか、その辺をちょっと絞り込んで、もうむちゃくちゃ、もっともここで出な、どこで釣れんねんっていうぐらいのところまで、考えて、そこを試して、僕はちょっと釣ってる感じですね。もう一匹釣ろう。2発目来た。ちょっとちっちゃいから軽なって、ふって軽なって、どこのあたりや。おっしゃいやつ、バレた、バレたやつ、腕悪い、同じくらいやった。よっしゃよっしゃ、軽なるあたりやねん、全部バレんなよ。
よっしゃ、ええやつや。ええやつやろ。よっしゃ、よし、俺の魚おったぞたまらんな、バカ